勝馬。今回 G1 初じゃないですか。そうですね、はい、このマイク。夏といえばさ、秋か。やっぱり俺が何勝目かって聞かないと G1 始まったんだなって思わないでしょう。お待たせしました。個人的なことだけど、 G1 クライマックス大阪大会、久しぶりに勝つことができました。ありがとうございます。まあ大阪で勝ったらさ、 G1 クライマックス優勝しないとダメでしょう。次の大阪大会 G1 覇者として来なきゃダメでしょう。ちゃんとその約束は果たしますんで、とりあえず公式戦あと2つ KOS 対決、皆さん期待してください。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。くそ、いけると思ったのに、やちきしゅ、なんでやるな、すげえな。今日朝起きたら台風がそれて、外が晴れてた。これは龍神様のご加護があると思って、俺はついていた。運がいいからいけると思ったが、お金がしか甘くなかったな。何、ね、コブラクロッチ、なんだ別名マネークリップ、わかんねえけどよ。金の雨じゃなくて竜の雨を降らせてやろうと思ったが、仕方ねえな。のらりくらりしやがって。いつもよ、今まで過去2年間当たってもすかして眼中ねえって態度が気に入らなかったけど、どうなんだよ。ちょっとおい、本気出したんじゃねえか、余裕を壊したんじゃねえか。まあそれは本人に聞いてみなきゃわかんねえけど、これで4敗、俺の G1 これで黙っちゃいねえ。去年も言ってんだろ、ただの1試合も消化じゃねえ。残りは太一と鈴木か、憎き鈴木君、必ず太一も鈴木も連覇しやがる。それでおい岡田、おい、おい、ほとんど落ちてる俺でもよ、しっかり覚えてるぞ。タップしたかどうかもわかんねえ俺が、お前指壊ってたな。おい、嘘はつくなよ、男に濁わねえんだろ。もう一回必ず G1 関係なくやろうぜ。いや、まあ久しぶりに、いい勝ち方ができたんじゃないかなと。まあ結果としてはレフリーストップでしたけども、あれは高木選手の意地なんじゃないかなと思います。まあ初対決、こんな熱い戦いができてますんで、皆さん初対決の意味っても知ってますか。また次がありますということですよ。また次を楽しみにしてもらえたらいいんじゃないかと。まあ僕も楽しい戦いができて、まあある意味、また改めて気を引き締めていこうかなというような感じです。まあメインイベントで勝つのも久しぶりですし、まあ、大阪 G1 だけじゃなく大阪でメインイベントで勝つのも久しぶりのような気がしますし、まあでも改めて言いたいのは、まあ、こんな状況でも
しっかりお客さんの歓声ってのは届いて、こういう熱い戦いが僕たちができていると思います。そういう意味で本当に G1 クライマックス、この熱さを、声は出せないけども、こういう熱さを一緒にこうなんですかね、共にできるというか、それは僕たちだけじゃダメだし、声を出せないけども、こうやってしっかりと応援して気に来てくれてるお客さんや、テレビやインターネットの向こうから応援してくれてる、お客さんのおかげで僕たちは当たり前のように戦いもできてますし、こうやって熱い戦いもできてると思うので、やっぱりさ、僕もらってばっかりでも好きじゃないから、結果で返していかなきゃいけないと思うから、 G1 クライマックス優勝してもっともっと先のことをやっていきたいと思います。